総理大臣を国民投票にしたり、制にしたら、今なら誰になると思いますか？進次郎さんになるんじゃないですか？小泉進次郎さん、すごいですよね。その好感度めっちゃ高かったじゃないですか。で、好感度高いとはどういう意味かっていうのは、その日本の場合って、マイナスがない人なんですよね。要はその、これをやったからすごいとか、プラス得点があるんじゃなくて、マイナスがない人が好感度高いなので、その、環境大臣になってみたら、びっくりするぐらい無能だったんですよね。まあ、英語が喋れるっていうところで、まあ、他の大臣よりは全然マシだったかもしれないですけど、その、まあ、環境問題で日本は頑張りますって言って、で、でも原子力やらないよね。で、今火力発電してるよね。それで環境問題頑張るってどうするのって言って、無言になったんですよ。で、その国連の会議かなんかで無言になったんですけど、その環境大臣になったら、普通考えません？その、火力発電減らすとか多分国連の会議行ったら言わなきゃいけないから、でも減らせないとしたらじゃあ減らせないって言うのかなとか、じゃあなんかその水素の方を何とかしますとか、蓄電池作りますとか、なんか考えると思うんですよ。もしくは官僚に聞くと思うんですよ。その原子力止めたままで火力発電も減らす環境にいい方って何かない？って一言聞いたらナイスって言われたら、あ、ないんだ。で、もう言わないと思うんですよ。その、うちは環境を頑張りますよねことを。でも、質問もしないし、自分の中に答えもないっていうので、お、この人超やべえっていうのが分かって、僕はめちゃくちゃ面白かったんですけど、まあ、それで好感度は多少下がったんですけど、っていう感じで、その、今までその仕事をしてなかった人なんですよね。まあ、正確に言うと、その、大臣って何かの判断をしなきゃいけないんですけど、大臣になってない時って、票を入れるだけなので、その、責任を取らされることがなかったんですよ。なので、そのなんか、まあ、綺麗事言ったりとか、人受けのいいことしたりとか、子供とサッカーしてると、あ、この人いい人だねっていうイメージは上がるんですけど、仕事をすると人には嫌われるんですよ。まあ、その、河野行革大臣とかって、じゃあ、官僚のハンコやめるわっつって、なんか、来週までにやめられないやつ、なんかやめられない理由書類で持ってこいよ、みたいなこと言って、で、98%かなんかの官僚のハンコの文化がなくなったじゃないですか。なので、ハンコ議員から超嫌われてるじゃないですか、河野さんって。二階さんとかに、その、なんとかしろよ、河野ってやつって言われたいみたいな感じで嫌われてるし、その、日本中のハンコ屋に嫌われてるわけですよ、河野さんは。なので、その、仕事をする人は嫌われるんですよ。で、仕事をしない人は、好感度高くなるんですよ。なので、日本ってその、本当に総理大臣を国民の投票で決めると、多分、一番仕事してない人が選ばれるんですよ。で、菅さんって最近評価だんだん下がってるじゃないですか。で、まあ、下がった理由が判断をしたからなんですよね。で、まあ、学術会議の判断が正しいか間違ってるかは置いといて、でもその、学術会議はこうすべきだっていう仕事をしたんですよ、菅さんは。っていう、その、何かの判断をすると、必ずそのフィードバックでマイナスが返ってくるんですよ。なので、どんどん評価は下がってくるんですよ。なので、その、日本って大体総理大臣ってなると、なんか支持率は割と高めで、みんな期待し始めるんですけど、仕事をするうちにだんだん下がっていくんですよ。っていう感じで、その、仕事をして下がり続けて、で、次の人交代っていうのが割と今までの日本のパターンだったんで。なので、日本でその、なんか大統領みたいに国民投票で投票しちゃうと、仕事しない人が選ばれちゃうんじゃないかなと思います。小泉さん最近人気ないよ。ね、大臣になっちゃってね、実質的に何も言ってないこの人って気づかれちゃったんだよね。だからね、その小泉進次郎が人気はあるけど中身がないっていうのを世の中の人に知らしめるためにわざと環境大臣にしたんじゃないかっていう、その安倍政権のなんかこう裏の企みみたいなのがあるんじゃないかなみたいな想像しています。はい。皆さんチャンネル登録お願いします。ここをクリックタップするとチャンネル登録できるからクリックタップしてみてね。そして他にもいろんな動画があります。そちらの方もご覧ください。それではひげおやじでした。バイバイ。